まあ、なんていうか人間の温かさっていうかな、やっぱすごいな。だから何か裏切られた感とか、損した感はゼロなんですよね、不思議に。だからこれやっててよかったのは、なんかこういい思い出しかない。大変なんやけど、みんながその都度その都度助けてくれたりで、まあ、あと借金まだいっぱい残ってたのはね、まあ、もちろん水戸もそうだけど、金沢20世紀美術館オープンの前にね、中学とかで展示して、それ250万ぐらいかな作ってくれたりとか、いろんなところがこうそれやったらうち持ってきてくれみたいな形で協力してくれて、まあ、そういうことがあったので1年ぐらいで急速にね借金が減っていって、残り何も残ってんねんって水戸芸の森さんに言われて350ぐらい残ってた感じ で、その残りの借金とチャラにするからこれ置いていって別に350、300とかそんなの借金として残ってるんじゃなくて、現地でみんな学生30人とか入ってくれると昼飯をおごるじゃないですか。で1日も1万5千円とか2万円消えていくみたいなものを入れての借金だから、まあ別にもうどうでもいいですよね。そんな今の室井先生のお話でもあったんですけど、かなりその危険な現場にすごくこう危険と隣り合わせて学生の皆さんが配置していて、その人たちの本当個人が持っているスキルによってできた、実現したんだなと思うんですけれども、やっぱり私たちもこのトランスアーツ東京ってアートプロジェクトをやっていて、こういい現場を作っていくことのこう難しさと、またそのいい現場があるからいい作品ができるってことをすごく実感するんですけれども、このバッタができてきた